やっぱりもう地球には戻れないのかな。クロードさんの声だわ。でもこの星に来て大地をしっかり踏みしめて歩くことの大切さが分かった気がする。カルナスの真似、所詮ホログラフィーの自然でしかないもんな。大地に足をつけないでどうやって歩くのかしら。地球は便利にすることだけを一番に考えて大切なことを見失ってるんだ。この星の人の方が幸せそうだもんな。やっぱり人間はこういう生き方をしなくちゃいけないんだな。クロードさん、何かとても難しいことを話していてよくわからないわ。昔の地球もこんな感じだったんだろうな。そうだとしたら地球の人たちは間違った方向に歩んできたんじゃないか。せっかくこの星に来たんだ。作り物じゃない自然をよく見ておこう。そうさ、必ず戻る手段はあるはず。その時が来るまでは。クロードさん、何か真剣に考え事をしているみたいだわ。そっとしておいてあげよう。